はい、コーキーシアキムさん、まず一つ目の動画返信です。香港のデモについてネットで調べてみたというタイトルなんですけども、これできればね、高級石焼き芋さんがやったことの現象をただ報告するんではなくて、事実の報告ではなくて、それについてどう思うかって、このね、個人的な見解がむちゃくちゃ大事なんですよ。ぜひね、ここら辺をウェイトを置いてですね、3分なり5分なりしっかりと自分なりの見解をお話してみてはいかがでしょうか。ここでやっぱり自分の見解が的外れだったり、人から叩かれるのを恐れてはいけないんですよ。むしろね、叩かれるようなことを言った方がいいというぐらいのものですね。もうもちろんね、意図的に事実を湾曲したものをお話しする必要はないんですけども、事実ってのは本当にね、100通りあるんですよ。100人いたら100通りの事実現実があるんで、そのうちの一つの意見として自分の発信を勇気を持ってするのはいかがかなと思います。YouTube ってね、そういう場所で使っていただければいいんじゃないかなと。そしてその解釈面白いなと言われれば、陰謀論だろうが都市伝説だろうがバズるということになってきます。むしろね、常識的な見解、みんなが思っている見解っていうのはあんまり受けないんですよね。この辺にも多数決から少数決というね、これからの時代、インターネット時代のオリジナリティ、個性ってものが見えてくるんではないかなと思いますね。